世界的な大会の基準を満たす大型の水泳場が佐賀市にオープンします。佐賀市の佐賀サンライズパークに完成した佐賀アクアは10レーンからなる50メートルのメインプールを持ち、競泳のトップクラスの国際大会の開催基準を満たします。観客席は1800あり、場内には大型ビジョンも設置されています。練習環境が充実しましたので、世界に羽ばたく選手がここから育っていってほしいなと。プールは水深の調整が可能で、一般利用もできるということです。23日にオープニングセレモニーが行われ、25日から一般利用が始まります。